あ、じゃあちょっと B 番台設定変えるんで、この、呼び出しが終わったら行きましょう。じゃあ先方決まったらスタートボタンを押して始めてください。録画の方は開始いたしました。 1P 側が照明、ゲノシューポチャムキン、花物語、アワーチームと、2P 側、ピック、ディズイ、音絵、セーソル、松井ザッパチームです。先方に出てくるのは 1P 側、ゲノシューポチャムキン、2P 側、音絵会、セーソルですね。お互い休みからジャンピーから昇竜、ジャンケーで空対空、うまい、バックステで回避したが歯の方に当たってしまう。空中戦ガンブレスで対空をしていいダメージ、決戦振ってきて表 AS、2S、ハンブレ、バックステ様子見てバスト、しかしポジムキンなら一気に巻き返せる。立ち合い他者を置いて何か引っ掛けていきたい。ハンマーホール、しかしジャンピー連打が強い。足払いから置き攻め、バックスで様子見てガンダッシュ、ガンブレイズしっかりガードしている。ゲージを貯めて、さあどうする、スライドヘッドから近づいて画面端ロックヒットで捕まえて、分からなくなってきた。昇竜レベル2、レベル1か。タシピーからダスト当たっている。ジャンディで打ってきて捉える 2S、 バックスしたところに引っ掛けて、まずは一本選手、ゲノチューポジモキン、エースヒートに読み勝ってハンマーホールで戻ってくる。立ち合い上から打ってきて、どうする、レベルが2になってしまう。落として画面端、位置が入れ替える。足払い5パンで差し返す。空中戦はやはりオーナーが強い。ガンブレス、しかし1個も逃げなかった、ちょっと高かったかな。外観ロックイット、相打ちからゲージを貯めて、確かにカウンターから一確認落として金バースト、しかし何もいなかった。ガンブレスガード、昇竜拳振ってきて、それでヘッド、立ち合い先端単発でもかなり痛いダメージ、しかしゲージ状況はセイソルかなり有利。ロックイットで突っ込んできて取り返していく、音絵回セイソル。最終ラウンドバックして様子見から、なんかすごいジャンケー裏当て総裁みたいになったな。ハンブレからポジョキンバスター、ダウンを打ち立ててしまった、ちょっと遅かったかな。投げを狙ったっぽいが、ちょっと暴れていた。エース空中戦画面端追い込まれて、しかし帰ってくる。ジャイアンスめくりしっかり立っていた。ゲージを貯めて表裏の飛んだところを着地を投げている。さらに投げ中央に戻って 6K から2敗にガンブレスを差し込んでいく。ゲージを貯めて、お互いゲージ状況はかなり五分。ハンマーホール前メガから、さあどうなる、体力分からなかった。ロマキャンでフォローをして飛んで飛んで、なんとか捕まえたいポジョギン、スライドヘッド、ここで紙端捉えて外眼、しかしリボルバーで抜けたと思ったが、6回から前メガで勝ったのはゲノチューポジモキン。
中堅出てくるのはビッグディジー。先方中堅戦エースブーメランで戻ってきて、泡が結構いやらしい、弾いて上から降ってくる上海ガードバーストもガードしていた。しかし 2S が出なかったか、泡が爆発してバースト立ち回り的な、かなりポジションが厳しい。明かりから手だジャンプ 2S 捉えてしっかり青剣からフォローでコンボに行って置き攻め投げている。ポジモキンマスターバグスで距離を取ってストレートヘッド、オプションもしっかり消して、さあどうする、泡が飛んできてアンマホールのタイミングで爆発してジャンプニース、タシパンタシパンケツでドライブ表だった。ハンマーハンブレから捕まえて前目が、しかしスポーンと吸い込まれていってしまった。まずは一本選手ビッグディジー、ジャンピーとジャンケー噛み合って体育は捉えられなかったか、ブーメラン戻ってくる、距離取ってジャンディ空対空打ち上げてオプションが邪魔っぽい、魚渡らなかったか、ブーメランで戻ってきてバーストスライドヘッドは飛んでいる、タチケーから魚青キャンでしっかりフォロー表だった。痛いダメージ、かなり苦しい展開、捕まえた、一気にダメージを取って、しかしバックスで回避してた。しかしもう一回アンマーホールで捉えて 2S ハンブレからポジョキンバスター、気づけばお互い体力が5分、空中投げどうなる、しかし空投げから拾えなかった、キーサーダム打ち勝ったのはビッグディジー。中堅出てくるのは正面、中堅戦ですね。 1P 側正面、 2P 側ビッグディジー。エースを飛ばしていかないスタイルエースで空振っていた、タシケで触りに行って投げて置き攻めジャンエス、置き攻めしかしバストで切り返していく、オプション先制してアカリーバックスで回避、上からスタンプで振ってくる、コパンからオプション置き攻めどうする、中段立っている、投げが漏れたが6杯から位置を入れ替えてしっかりコンボ決めてピヨッチしまう、ピヨってしまった。リジーはピヨリチがねあれなんでね。まずは一本選手正面、第2ラウンドお互い休みから距離を取って明かりとオプションを生成してレーザーだった、レスティブで振ってくる、相打ちだった、画面端じゃ変わらないが投げ返している正面、裏から空中投げ捉えて逃がさない、立ち回り近づいてブーメランで戻ってきてスラバを狙ったが失敗しましたが、ここは投げている、お攻め中段バーストガードしてコンボをしっかり決め切って勝ったのは正面。中堅大将戦 1P 側正面、 2P 側松井ザッパバックしてからムカデ犬が出て
固めが続く。中段崩してバスト気がしく、今度は剣が出て消して、剣が出てゲージがない、犬が出てまた固める、飛んで逃げて位置を入れ替えるか、追いついてくる、ちょっとずる一緒に追いかけてジャンエースで犬を消す、スタンプから捕まえて表コパンから幽霊どうする、 3K 地味に当たってる、ダスト飛んで回避、幽霊飛ばしていやらしい、田島にお前とゲスにバスト、犬がまた出て消している、ジャンハイカウンター、イルカから青キャンコンボを決めて、まずは一本選手正面、距離取って犬が出る、レスティブで振ってくる、なんとか犬をまた出していきたい、犬い捉えてガードしている、中段がまだガードしている、捉えてなんとかまくっていきたい、しかし犬がかなり鬱陶しい、レスティブで逃げて飛んで空中になんとか逃げてやり過ごしたいが、肩捕まってムカデから犬、気づけば霊魂もかなり溜まっている、裏だった取り返していく、熱いタッパー、本物のメイドはあんなんじゃないって、幽霊が出て飛ばして裏、これがきつまくガードできないんですわ、空中から幽霊飛ばして画面端固めて、しかしスタンプで打ってくる、コンボに行けなかったが空中投げでフォロー、剣が出てしっかりガードしている、ジャンハイカウンター捕まえて痛いダメージ、バーストがカルブッタンがガードはしている、消して犬捉えて、この状況になるとわからないが円安で犬を潰している、射出から空中投げ投げ返していた、裏に犬を飛ばして挟み込む形、かなりのヒット数になるこのコンボ、補正を切ったところでガードしていた、上からスタンプ打ってきた、裏だった、飛んできて立ち消え、勝ったのは正面、はーい、というわけで3対1ですね。はーい、おめでとうございます。じゃあいきますよ、騎士テスタメント、平岡海キムイノチーム、はーい、手挙げて、騎士さんキムさんいます、平岡こちらおります、騎士さんあっちでやってるんで、それ終わったら来てください。対戦相手天雷テスタメント、水木アンジー首輪テスタメントチーム、はーい、手挙げて、 OK、じゃあじゃんけんして 1P2P 決めてください。これが終わりましたら B 番内の方も、使っていきますのでね、あーよろしくお願いいたします。テスティステス、ス、もうちょっとあげようかな、まだ取り抜く、一応ね、イグザードのような早飛ばしはないんですけど、コンピューターレベルねマックスにしてあるんでね、変な動きしますね、ですわ、なんかイグザード家庭用がね今年中出るらしいんでね、
楽しみですね。新キャラも出るみたいな噂があるみたいなんでね、楽しみです。まあ最初は新じゃないですかね、やはり。だけどキャラ使ってるとね、それなりに愛着がね湧きますんで、みんなも行くぞ、でやってみよう。まあ、シンはもう立ち蔵があるみたいですからね、多分出るんじゃないでしょうかね。ワンピー側が水木杏司、クビアテスタメント、天雷テスタメントですね。ワンピー、じゃあ2ピー側が平岡海、キムイノ、そして必死テスタメントですね。さあ、そしてもう気づいたら来週からもうアークレボがあるんですね。で今回はエリア決勝が非常に人数の多い大会になりそうということで、どの予選に出るか、どこなら切符ワンチャン取れそうかっていうのは結構読み合いが激しくなってくるんじゃないかなと思います。さあ、平岡海対水木杏司、今日はちょっと俺もワンチャンあるかなと思ったんですけど、ちょうど人数が12人ということで、本日私はお休みです。まあ、先週ちょっとね、回を使って恥知らずなってやつですね。まあそうですね、大宮は多分埼玉エリアの方にはチョボさんが出張ってくるということでね、みんな回避するんじゃないかなと。けど銀切符だったらワンチャンみんなありそうな感じがね、あるというお話で、まあ俺多分出ないんですけども楽しみです。さあ、その話をしてる間にアンジが攻める、おー、バシン、当たらないんだよ、なんでだ。そしてこの時は手加減していた団長、ディッパーが本当に遅い、本気出せよっつって、年々遅くなっていきましたからね。そうですね、極悪高校並みにミッションを成功させることができれば解毒入りでギネス2杯からエースで再スラー、ウェイパースラスト、さあ投げて画面中央3杯。けど本当ねプラスアールなんか最初回が結構叩かれたイメージあるんですけど、今ね触ってみると本当に自由度高くて面白いなと思うんですよね。さあ、一本選手じゃねえや、先方戦勝ったのは平岡海、投げさんには君屋でも飲ましてりゃいいんじゃないですかね。さあ行きましょう。PR のソロは俺あんま合わなかったんですよね。回は本当面白いなと思うんですけど、サブキャラ並み感ですね。さあ、そして天雷テスタメントが出てきます。でテスタメントは本当にめちゃめちゃ伸びて、なんかただ今現在も伸びている感じがしますね。ただ気づけば体力は半分リードです。お互いに半分減っている状態、半分リードって意味わかんない。大体対戦会するとジョニー対テスタメントが毎回のように行われるんですけど、いつもデスコン決められるんで、もう何でもいいですね、死ねばいいみたいな。さあ後ろ、最初はなんかね後ろエグゼの硬直が今と違って少し長かったらしくて、で短くなった影響で今の窒素式などね、おいおいおい、空振り空振り空振りみたいな。ジョニオクリフはね、ダメですね、クリフが悪いんですよ、クリフが。PR 初期のテスタメントは本当にクリフに勝てるようにできてないんじゃないのみたいな感じだったんでね、空中ダッシュしてるだけでテスタメントが死んでいくというのは、あれはちょっと凄まじかったですね。ジャスティスはサブキャラ戦では非常に強いんでね、おすすめです。
今まで勝てなかったソロとカイのサブキャラに勝てるようになったぞということでね、おすすめです。さあ画面足、あーん、やめとこ。さあジャンプヒット後ろエグゼから、ここは入らない、距離を取って前に出て、サンエッジ早い、ハイソラ。さあここは対空決めていった、天雷デサメント、名前の横に変なねパンダマークみたいなのがついておりますが、ずーっと気になってますけど、なんでなのか、なんなのかって聞いたことがないですね。さあ画面足後ろ前からマイピーヒット、さあ画面足マイピー円安サンハイスラから、当たらない、当たらない、当たらない、え、そうですね、ゼクスの回はなんか足元にサンハイスラみたいな感じでしたね、ジョニーの。さあ中堅戦法戦となりました、試合を制した、天雷テスタメントが勝ち、中堅戦です。キム・イノ対天雷テスタメント、まあロボ界はね、もしねイクザード出るんだったら、あの無印のやつがかっこいいんで使ってほしいですね。 MOM にもなんかレーディバイダーみたいなのあるんで、あーと画面押し、やべえ、マスターコーベットやり込んでますね。あーかーん、だけどこの間アダム邸でイギリティギアエキゾクスアクセントコアやったんですけど、なんかとてつもないクソゲーだったんで、やばいですね、よくあんな頑張れたなと。スレイヤーがコンボ途中でジョニー死んでたんで、パシーンパシーンから大きい攻め、激減戦です。あー、まあ AC ジョニーは悪くなかったんじゃないですか。今見ると早い、刺したから、さあ、あーっと当たってしまう、テスタメントをどう捕まえていくかってところなんですけど、網がね、あ、そう、網だ、プラス R で変わったから、AC、今 AC やるとテスタの網あかんどこにあるんだって感じ。さあここでバーソー、さあ取れた、触りたい、やった、そしてジャンケイから崩して画面足、ここはね何としても取っていきたいところ、 2K から足払いケミカル、おお素晴らしい。さあ端、せっかく頑張ったのに崩れてしまって、あね、中央心はね、ダブルザラにはホカホカになるんですけども、テスタメントは大丈夫なんですかね。ね、画面端、あーこれこれ、マイピックとして1、2、はい、もう1回あかん、勝ったのは天雷テストメン。
はい、これで多分治ったはず。オッケー。はい。と言ってる間に、奇襲テサメント対天雷テサメント、今回はサブキャラでの登場となりました。お前らにはディズニーなんて使ってやらない、サブキャラのテサメントで十分だというね、ことを言っていたとか言っていないとか、まあ多分言ってないんですけどもテサメントコンボすごい、絶対面白いはずなんでね、練習しちゃうとやっぱ闇雲やって、闇つきになっちゃいますね自分で言って自分で笑ってしまった。さあ追いかけて画面上、わーマイケマイ B、 さあ投げてマシーンから、まずは息を1本入れました。あ、どっちがメインキャラか分かりませんね。取り返した天雷テサメント、お前ら一緒に出てくるじゃん、色違いが現れた、やったぜさあ引きこもってディガーからマイピット、さあ天雷テサメントが攻めて、マイピーガード網を作ってどうする、なんだそれ、おーかっこいい、もう何が起こってるかわからんよ。2杯ヒット、お、これつながりそうだったか、あかーん、2杯からディガーがつながってディガーで飛んできて、すごい技だ。円安マイケーから画面端マイピーヒット、マイピー見えんか、さあ出てくる首輪テスタメント、ちょっと男臭いキャラを使った形式がね、形跡がありましたが、しっかりテスタメント2敗すらぶっ込んでいく、追いかける、うわーどうなってるか分かんねえ、変な当たり方した、あーもうめちゃくちゃだよ本当。マイピット、さあテスタメント使いが見えないんだから、みんな見えない、安心しよう、ガードできないのは君だけじゃない、マイハイ、お、つながらない。今多分上にあったゼーネストの、判定が、あのマイハイの、なんか持続を1フレーム吸っちゃうみたいな感じで考えると、まあそれで繋がらなくなっちゃったみたいですね。ウィザードだとベッドマンのスタンプがそれに該当いたします。おっとこれはやばいぞ、キシーテスタメント失うものがない、あとは行くしかないキッシーさんはラムレザルからソロにキャラを変えてしまったということでね、もう完全に悪魔に魂を売り渡してしまう、いやちょっと待てよ、ディズニーも強かったしな、難しいところですね。おーっとなんか熱い読み合いが、画面足、さあ画面端ジャンディからめくりランズガード、どうなんのこれ、金 S 足払いから、あーディガーを捉えたというか、勝手に引っかかったというか、戻ってこれない、これはやばいですね、もう夏の季節ですからチャンス、さあここは投げていく、円安マイケ当たってるように見えるが当たっていない、円安マイケ、これがコンボですね、一番ヒット、おっとっとっと、金 S 金 S 金 S 判定が面白いですね、ミヤスタイク、これはもっと面白いですね、一番ヒットで画面端、あらら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 ら、あらら、あらら、ちょい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 、どうなんの俺、安定コンボで安定じゃない、いやいや、じわじわと殴り殺してくれればと、いくよ勝ったのはクリアテストメント
すごい試合展開だ。まあ、とりあえず勝ったのは首を手下め。ブランクを感じさせるいい戦いでした。じゃあですね、A 番内の方はカチカチ同士で行います。今勝ちました首屋さんのチームと、翔さんのチームが A 番内、そして B 番内、今負けてしまった平岡先生のチームと、先ほど負けてしまったおとえさんのチーム、向こうの台で試合ですね。じゃあちょっと先輩そのまま、もう本当にできる状態に なってねえわ。じゃあ今テスタメントが自害します。じゃあ A 番台、クビアさんのチームとショウさんのチーム、じゃあじゃんけんしておいてください。多分じゃんけんしてザッパさんが頑張ってくれるはず。これめんどくさいですね、課金がワンプレイに行くでだったとはみたいな悲しい話です。はい、じゃあ A 番台行きましょうか。はい、 A 番台がカチカチ同士で試合となります。 1P 側が、正面芸能中ポチャムキン、そして、花物語アバーチーム 2P 側、天雷テスタメント水木アンジェクビアテスタメントチームです。はい、上昇腐敗が持つので逃げ場はないと思え。さあアンジは円安で拾えるキャラ対応だったはず。さあこの頃のポチョムキンは変な装備もつけてない、元気ですね。マイハイも威力抜群で戻ってきます。サンディヒット金安オンからのシーツからの警戒、足払いキャンセルでぶっ込んでくる。風神からの風神からの立ち系、じゃあじゃあ立ちピーオン、すごい掴み方をして、あっなんだなんだ、ドアたたい、お堅いこける。反乱の男たち、そしてどっちかなー、分かんない。さあジャンプして待たれる日本選手水源氏、おお耐えていく。ピーカイはバックステップ吸い込んで 2S で引き戻し、この引き戻しがあるだけで本当に展開が早く感じます。ウーシンからタッチピーオンまでつなぐ画面中央、正解は裏ピーカイ表タッチピー足払いからシソ投げてマシンから画面はじい足払いヒット、おお、これ取れそうだ。こんなジャンディおうちのすっぽいが、あかーヘンリー一本選手ゲノシューポチョムキンとは取り返すね。青色のポチョムキンはね、あの中央でポチョムキンバスターしたらハイスラとかで、ね、ダメージ与えられたぐらいねいろいろあったと思うんですけど、エグザードはどうしてしまったんでしょうね。あれはあかーん、あはは、ディーハセホイ2エセダン多いし足払い風神リンから中段、しかし硬いぞボトムキン、あーマジやばいやばい、どんな読みだ、熱すぎる。勝ったのは、水木安治です。
そうみたいですね。あのコメントにもありますけど、イグザードだとちょっと柔らかいらしいですね。装備つけてるんですけど、装備とは。さあ出てくるのはショーメイ。まあ多分穴開いてるんでしょうね。あの最近ダイの大冒険読み直してますけど、ヒュンゲルとかも穴開けたらそこからねメラゾーマ食らってたんで、そういうあれなんでしょうね。まあ金エスをシャイサラにフォローバーそう。さあ風神ヒット、タッチピーからオンまで。奥攻めは足払い、投げていく、早い展開。おお、非常に見づらい連携ですがガードしてきました。非常にガード硬い正面、しかし画面足足払い飛ばして、キンエスタッシャイサラにバースト。そうですね、 PR 面白かったですね。まあけどイグザルドも面白いんで両方面白いですね。あーぐるぐるぐるっと待って、もう一本選手水キャンジ。風神からの、あースタンプヒット前、はい、さあ出したい、飛ばして金エース、マイピーからの金エース立ち配、あと振ってくれと繋がっています。そうなんです、繋がるんですね。いやけどね、今 PR やと画面めっちゃ狭いっすよこれ、やべえと思います。多分プラスアーラでエグザードのソロの本人量カウンターヒットしたら往復できちゃうんじゃないの。さあ 3YB、 おっとこれつながってジャンディー下れます。さあこれがマジ引っかかって、ここでバーストをうまく使っていく、金エス立ち、ハイト。さあここは粘りましたが、照明が勝利しております。だけどね、イグザードに、まあ、メインキャラ出てないけど、たまに PR でジョニー使うと本当にハイスラーを空振った時にね、前も言ったと思うんですけど、とっさにボタン3つ押してたりするんで、あ、ダメだなって思いますね。さあ先ほど、ちょっといろいろありました、天命デスタメント、イグザードやった後にプラスダイルやると2段ジャンプの後のエリアがマジでつながんないんで、ジョニーコンボできねえってなりました。さあ画面足、おーっとスロッシュバック、イニシエの一本選手は正面、さあ2杯ヒットから画面足、ほら起き上がれ、同段大石から端に押し込んで投げようかな、やっぱやめたからのキンエス、そしてマイピーで崩そうとしていくが、さあイルカが引っかかる、足までヒット、チャンハイから K、 おーっと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 っ とこんな落とし方もありましたね。まあこんな無理やりな落とし方されるぐらいだったら今遠線がある方がまあいいっすね。さあ照明が強い2立て、さあトモカのバスケ、トモカのバスケの首輪さん
危ないです。今日最近ちょっと危ないとか、これやばくないですかって言うと結構マジレスでやばくないですと怒られるんで、最近は突っ込まないようにします。マイハイヒット、後ろマイピーガード硬い、網がヒット、これはうまい。さあ先ほどの手サメと同キャラ戦ではちょっと怪しいかなという、試合展開でしたが、もう大丈夫そうですね。うわー、ディガーで繋がってるように見えたでしょ。繋がってないんですこれ。さあ、ケイファン。さあ、ぐるっと回る。さあ、画面端。前ハイスのヒット、後ろへ行くぜ。おっと、スライディング。タッチピーでしっかり罠を消していく。ジャーイが浮いている。おっと、これバースト。画面端、投げを決めてめくりたく。イルカが飛んでくる。イルカ速いな。あんなスピードで飛んでったらやばいっすよ。さあ着地投げを通してゲージあるぞ。めくりのイルカですね、見えません。いくぞ、なんかめくりなくなってるっぽいよね、わかんないけど。さあ先に起き上がるテスタメント、2K を重ねる。起き上がりが早いメイですが、それでもしっかり 2K が重なる。あだー、一段マスターオーバーベット。まずは罠を作って、相手はね上から逃げて罠を消すかどうかというね立ち回りをしていきますが、ここはレスローリングアウキャン。もう俺はどこに木があるか分からなくなりました。じゃあ、はい、うわーっと、あった、すごい。そして多分裏にもあるんだろうかな。運べ。さあもう無理はしなくていいでしょう。無理を通さないといけないのは証明ですが、取られた。スタンプ、ここでバースト、きつい。どうする、あ、走る。そんな当たらないんで羨ましい。そして残敗、勝ったのはクビアテサメント。安定しております。さあそして出てくるのは、花物語アバさあガンダッシュ、マイピーニエスからこの対空さあコンテンツを決めてエース、はい、ホイ、はい、よくわかんないけどコンボ決めていく。さあ飛び場を通していった、タチケタチケタチケと連打キャンセル、画面足、おお投げ返していったのはデスタメント、これ死んじゃうんじゃないか。おーさあベッドマンはしない、タチハイからランズ、タチハイからランズ、ディガー、これはすげえ自動で死んだ。なんとマイクからおっとヒット、ジャンハイ投げていく、しかも変身している状態、バーストはありますが使いどころは非常に難しいですね。まあね、スリーダウンは避けたいですから使っていきます。
はえあの速さであの判定が投げて置き攻め断罪暴れ潰しどっかに何かが当たってマイビーイエスケツからジャンプエースまでラウンド開幕をうまいことさばいていった花物語画面端アバきたらヤバそうですね南高体育が弱くなってると言われていますからどうなんのこれダンザイさあ出し投げ金 S 2 S ケツからジャンプ S まで決めて勝ったのは、花物語アバとなりますおめでとうございますはいでは3-2 ですどこだちょうどいいんだな A 番台で決勝になりますね、勝ち負け勝ち負けなあ違うな小3のチームがそう2立てしてるから、A 番台で、全勝優勝なるかというところですね照明チーム対、キッシーチーム、A 番台でで B 番内で残りの天雷さんのチームと、おとえさんのチーム B 番内でお願いいたしますあ、そうだ、A 番台ノーカードだから俺はやってやもう我慢できはい行きましょうこちらですねゲノチューサーのチームが勝ちますと、3戦3勝で優勝となりますよっこいしょ、ワンピー側がゲノチューザー花物語アバ、照明チーム 2P 側が、平岡海必死デサメントキムイのチームですねから円安が繋がる魔法のタチピさあここで画面中央から一気に端へ 2,3 回ガードしたら端が見えてくる面白いですね確実出しをして縦気味危険はありませんがそれなりに強いそして中段ヒットケミカルを打っていくマイピーソーサイダストじゃあはい
おお、スライドヘッド、上海からうまい、避けてダストから上海、はいはい、S、はい、ICBM、さあスライドダウン拾っていく、画面端に向かっていく、アンマホール、これイグザードだったら負けてたと思うんですが、 PR ではしっかり耐えます。ダシャイ、うまいが当たらない、ストロングヘイ耐えて、キンエス、エンエス、ヒート、エクステンド、飛ばしていく、立ち回り勝負していく男、ゲロシューポチョムキン、やったぜ、達者したら、おー、引っ掛けて、勝ったのはゲロシューポチョムキン、そら辺は AC のやつ、ダメダメっす、ダメっす、絶対ダメっす。さあ平岡かい、対するはゲノシューポチョムキン、クパスもダメっす。さあここで画面上足払い引っ掛けて、エンエスに対してベーパースラスト、ちょっと勝手が違うぞ、イグザードとプラスアールポチョムキン、俺イグザードったら死んでますよね、ポチョムキンが。さあ画面端に向かっていく、3敗足払いヒット、画面端ヘブンリーケツ連続ヒットして3位からそう、暴れてほしい、あーゲージがない、追い返してグリー、出たー、やると思っておりました、ヒラを浮かせば3列、なんか変にこう前ハイジャンプしてきたらね、大体ああなりますね、貼り付け2杯貼り付け、よいしょ、はい、チャージ、ジャンハイすかして、さあ、端に追い込まれる、ミエスから一気にターンをポチョムキン、持っていこうとしますが、ここは回避されてしまう、さあ、こっつんこ、落として、ジャンケーから足、あー、止まってかれました、そして。タッチピンヒット、うまいですね、ここは2タートやりますよ、最終ラウンド、足キャンセル、タッチシャインに出してベイパースラスト、カイはやっぱあのライトニングジャベリンでしたっけ、あれがね、今使ってみるとこんなダウン取っていいんだみたいな感じですね、えーだーバースト対策して、良いのせは、できない。そして、バースト。ジャニー。さあ、ここは通していった。画面端、3、はい。2K は届かない。3H。前、はい。ジャンハイは、タッチピル回数。おお、刺さっている。いい判断。空中投げから拾って、ウェイパーストロスト、そして奥攻め、タッチ系から青キャン出して SS、ハイスラベイパーストラストゲージがあります、あかーんくなかった、おある、あるスライドヘイからの、スライドヘイからの、さあ、スライドヘッドじゃなかった、ピピーから、パチパスから
ったぞ。いいハイスラー、これを食らうとね、特定の人物は切れて、暗黒面に落ちます。さあ、なんとか踏ん張りまして、続きまして正面対平岡海。サイスラーイルカ、今回のイルカには呪力がひっついているのか。ぶっ飛ばして戻してと、お、投げていく。さあ中央に戻ってしまう、これはちょっともったいないですね。もったいないでは仕方がないんですが、あー、あります。ロマキャンするとちょっと時間停止が発動すると思ってそのまま待ってしまうんですね。さあ一本選手は正面、足から接地、おお、スタンエッジ早い、スタンエッジ早い。さあ、はい、グリード早いけど、もっと早いグリードセバーがね、リザードありますからね。マイピーが、ここはコンボを見せている。これはラッキー、平岡海画面足なんとか返していきたいところですが、正面が強い。画面足追い込み、返していった、死んでしまう。すごい火力だ。さあ大将出てくるのはキシーテサメン。さあ行きましょう、正面対キッシーテサメン。すごい幻惑効果がレストが強いですね。さあ裏はしっかり空中ショッカー軽配すら中段が飛んでくる。すごいゲームだな。そして足払いから画面足、助けエンスレスティブフォローもあるよから画面足、ルーフトーレントで移動していく。上からグラディガーでお仕置き、力強いが届かず、一本選手は正面、優勝へリーチ。さあ、でガード立ち合い、暴れ通し、ぶっ飛ばして中段か、いや、わからない。どうやって落とすんでしょうね、これ先置きじゃないと 2S でもしなさそうですし、非常にその対空の処理がめんどくさそうだ。あー、いやいやいや、すごいことになっているぞ。ミラクルを呼んでいるキシステスタメント、画面押し、マイビーガード頼む頼む、崩れてくれ、崩れたが、できるかできるか、一段ジャンハイジャンディ一段ヒットからやったぜ。あとはもう一回、しかしこれ耐えるんです。そしてユーリフレームが飛んでくるが、しっかり飛んでいる。まあ、はい、ガードして残り体力がわずか。さあ、ここはうまいこと合わせていきました。キシーテサメントが取り返して最終ラウンド。SK からもなんと届かず、 SK からサメがちょっと苦しいか、引っかかってしまう。バースト使用して
エンエス前蹴立ち配、これはつながらない足払いで先端ですがしっかりつなげていく、ガードしてから上から触りに行く、ガードしてスタンプ、もう一人いるか、多少面あと一人ですがちょっと厳しい状況、さばきて追いかけるが空打球返す、打ち切ってしまう、ジャンディーを動かす、当たればおいしいが画面中どっち見えない、バーストを待つ、バーストつかない、あるディガー立ちたい、ゼーですがジャンハイジャンディー、バーストたまるか、対空が怖い、どうする、距離を取る、タッチ系が刺さって勝ったのは照明となりまして、本日の優勝チームですね、ビッグディズイゲノチューボチョムキン照明チームとなります、おめでとうございます。熱い試合ではあったんですけどもね、最後の最後やはりメインがね意地を見せました、おめでとうございます。